海辺に佇んでいる旅人がいるとします。その旅人はただ座って押し寄せる波を何日も眺めていました。昨日は爽やかな風が吹き、優しい波が押し寄せてきました。今日は雨が降り、高い波が押し寄せています。毎日いろいろな波が押し寄せてきます。毎日さまざまな現象が波のように押し寄せてきますが、宇宙には幸不幸という概念は存在していません。日常には嬉しい、楽しい、幸せ、辛い、悲しいと思うことがありますが、その現象に対して見ている私が色をつけてしまっているのではないでしょうか。楽しいと思えば楽しいという色に染まり、悲しいと思えば悲しいという色に染まっていく。もともとその現象には色がついていません。私たちはすべての現象を眺めながら評価、論評をせず、そうなりましたかと淡々と受け止めていく旅人なのかもしれません。海が島と島とを隔てているという考え方があります。しかしこの海が島と島とをつないでいると考えることもできます。もし島と島との間の水深が8000メートルあるとしたら、隣の島に行くまで8000メートル下り、また登らなくてはいけません。海が存在してくれるおかげで船を使い、短い時間で渡ることができます。毎日は物事の捉え方の訓練ではないでしょうか。